さ、おにぎり買ってきましたけどね、何の変哲もないただのさ、チーズキンマヨネーズと、このね、枝豆のやつ好きなんでね、あれなんですけどね。で、喋ってたんですけど、なんだろう、ユラゴンさんのやつは普通列車で運行されてるのか、別に特急で直通運転ってわけじゃないんですね。なるほどな。あの案内のやつやとずっと矢印が出とったんで通過みたいな感じなのかなと思った。そういうわけではないみたいですね。全然途中から京丹後でよかったじゃん。なんでお前朝の4時50分にこんなところで気づいてももう遅いよ。もうここまで来たんだったらもうせっかくなんで、網の駅から乗っちゃいますけどね。誰ぐらいいるんでしょうね、網の殻乗ろうとする人が。ちなみにやっぱもう駅前にその観光施設とかがそんなないんで、ここがもう土産物屋さんも兼ねてるみたいなんで、あのすごく京丹後の丹後の土産物があったんで、帰りもここで、土産物買っちゃってもいいですね。うん、あとなぜかウームの U フェスの2019年のグッズが、やたらと置いてありましたね。せっかくなんでネタに買ってこうかなと思いましたけど、東海オンエアだったらいいかなと思ったんですけど、やっぱ東海オンエアを売り切れとってっていう感じで、他のねやった感じはあった感じなんですけどね。でも考えてみたら、U フェス2019のやつがローソンで売っとったぞって言ってね、ネタにしたりどうかって、そういやもう岡崎のローソンで飛びましたからね。岡崎で U フェスネタやっちゃったらもうそっちが強いですからね。しかも揚げ句の果てに買ってるのがはじめ社長ねって言ってね、はじめ社長、佐々木の。うん、あと、さすが地方の方にあるね、コンビニあるあるで。農作業用の、ね、手袋とかその手のやつとかのと、殺虫剤ね、キンチョールとか、アースジェットとかね、あなたにの、品揃えおよび、ね、在庫が、やっぱしすごいということで、うん、まあね、もう目の前もバットサンマルケですからね、うん、さあ時間までだいぶ時間あるな。だからちょっと時間を潰せるような場所もなさそうなんで、ちょっと休んでから、まあ、20分ぐらい、もう目の前なんでね、まあ半過ぎに入りゃいけると思いますんでね、駐車場が埋まるってことはないと思いますけど、この駐車場に止めとくっていうのはありか。まあ別に利用する予定ですから、もう明るくなってきましたんでね、一応その利用していいのかどうか、これダメよってなってたら、急遽大プラン変更ですからね。一応ちょっと駅前まで行ってちょっと確認してみましょう。よし、お止まってますね。今駅に来ましたけど、ここが駐車場停止みたいですけどね、ちょっと案内板を探してきますけどね。ついでにゆらさんがいるんでずっと来ますけどね。よし、さあこうやって撮ってると朝からユラさん盗撮してるみたいでね、非常にいかがわしい感じになっちゃいますけどね。しかも網の向こう側っていうね、網の駅で網の向こう側にいるユラさんっていうね、網に焦点合うね、盗撮は許さんぞって感じになってますけど、どうもここでいいのかな、駐車場的にはここで良さそうなんで、駅員さんが来たらねまたね聞こうと思いますけど、まだね誰もいない感じなんで、まあそりゃそうですよね、朝の5時ジャストですからね、5時59分始発ですから、いくらなんでも早すぎるんですよね。なんでね、ちょっとねもうちょっとブラッと走ってみて、30分ぐらいちょっとドライブしてね、朝のドライブをして、また戻ってきてね、そこから考えようかなと思います。せっかくやからツイッターでも更新、いやーダメだな、今回もサプライズ兼ねてるもんでね、うん、この動画が出てる時でもサプライズは終わってるんでいいんですけど、そうツイッター更新とかねしてね、いっか一回サプライズやったからもういっか。
あれですね、ツイートってそこそこいい具合に時間が潰せますね。ツイートして時間。アミノ液でアミノでアミノバイタルを買うっていうネタをやろうとかっていう話をちらっとしてましたよね。どっかに売ってないかな、アミノバイタル。まあ、また帰りにさっきのローソンで買ってもいいですけどね、アミノバイタルね。時間もあるし、いや、さっきのファミマの方に待ってとか、こっちの方はなんもないね。さあ、フレッシュバーガールっていうお店なんだ。なるほどな。すごい急な階段の神社がある。ただ、駐車できるスペース全くもって皆無ですね。侵入すら無理だな。この辺りも全部、あ、これ炭鉄なんだ。へえ。第三阿弥の街道宮津線ってなってる。そうですね。へえ。これは牛舎か。朝早くからすまんね、おじさんや。
なんか見覚えのあるもんがあったな。あれだ、四五線だ。あ、てこ、あ、走ったことあるわこの道。お、これそうだそうだそうだ。刺して。あ、そうだ。あ、懐かしい。ここ来たことあるぞ。ね、古い写真で、ああ、この建物そうだ。あったら出しときます。あの、ちょっとアルバム探して。だいぶ昔ですけど、10年以上前ですけど、来たことあるね。それこそその時かな。ちょっと、撮っとこう。そうですね、今、写真撮っときましたけど、ここ来たことありますね。いやー、懐かしい。難しい。そう、ちょうどここが統計135度ですから、統計の方なんで、時刻のね、あの基準になってるやつですよね。ここが標準時ですから、あの一番正確な 0.00001 秒も狂いのない、5時21分を今迎えておりますというわけでございますね。いや、すげえな。そうだそうだそうだ。こんなのがある。このてっぺんのところはちょうどそのドンピシャのところですよっていう風になってるらしいですよ。なあ。で、それで、一番これで、あれですよね、時報ですね。あの時報ってありましたよね。時報何番でしたっけ、忘れたけど、ここで時報を聞いたら、あの世界一正確な、時刻が分かります。だってこれだけしかずれてませんからね、そういうところだったと思います。あ、ちなみに、四五線塔っていうあれらしいですね。なんか虫ちゃんもすごいんで、ここでガチャンもなかなかいるんで、ここで今から電話かける勇気はないですけど、すげえな。あ、一応聞いときました。ここら辺が一番ずれてないですから。今聞こうか。ね。時報って何番だっけ？さあ、それではね、四五線のね、通ってるこの四五線塔のところでね、一番狂いのない時報を聞こうじゃないかと、やっていきたいと思います。バカらしい。これで一本作るのか、俺は動画を。さすがにひどくねえか。117ね。はいはいはい。117で時報聞こう。せっかくだから25分聞いとくわ。撮れましたね。いや、今のショートで上げとくか。ちょっと軽く編集して、まあ、あれはもう BGM も何も言いませんからね、一番正確な 音がお届けできてますからね。いや、いいですね。いいもん撮れましたね。うん、なら車の中で編集して、電車乗ってる間にパパッと編集して出しちゃってもいいですからね。よーし、いい撮れ高になった。よーし、いいぞうちのチャンネルはこれでも撮れ高ですからね。